気をつけていただきたいと思います。あと、まあ、デメリット、フィリピン人のデメリットっていうのは、やっぱり治安の面が心配ってことなんですけど、もちろん、どの国でも、日本ですらですね、歌舞伎町とかですね、アイリン地区みたいに悪い場所ってのあるので、その時間、良くない場所に行かないこと、また、あと、治安の悪い時間帯にフラフラしないことというのは、まあ、当然鉄則ですよね。基本的に住んでみるとわかるんですけども、思ったよりも全然治安のいいのがフィリピンですね。まあ、衛生面もですね、もちろんそういう、危ない場所に行かないこと、まあ、狂犬病は気をつけた方がいいかなと思いますよね。やっぱり日本みたいに完全に狂犬病のない国っていうのはないので、やっぱり噛まれたりとか、猫とか犬に噛まれないっていうところですね。あと、衛生面はやっぱり食事の面で、アメーバセキュリとかいうのもあるので、やっぱり外国人が基本的に使うようなレストランを使われるといいかなと思います。日本人経営だったりすると、まあ、他よりも安心かなと思いますね。まあ、あとはまあ、時々通信が遅くなるとかですね、そういうのあるんですけども、やっぱり物価面でも安いですし、サービスも、コストも安いのでいいかなと思います。